あっち食べるのかな。あ、そうか、現在地から3号までだからダメなんだ。こっからだと現在地から3号までね。ちょっと入れてみてな。こっから3号まで。あ、この幅ね、1、2、3個ね。ああ、分かった、分かった。これは上になって、これが下になるんだ。うん、こいつでこっからここまでだね。で700700だからこの半分だね。この間半分だから、それでこの分上げたいんだな。いくつになるかっていうと、4つと1、2、3、4、ね、4つと4つか。だから1、2、3。ここだね。ここは350なのね。これはここでいいんだけど、ここにですね、こいつはこれでちょっと見た方がいいかな。ここら辺で、まだ落ちたら、逆差しを入れようってですね。逆差しをね、次これ、行ったときに、だいたい350ピプス以上。で、これで逆差しを入れたらどうかということですね。これちょっと、こちらで見た方がいいかな。ね。で、こっからこうガチャガチャ来てるから、逆差しを入れるところね。これ以上落ちるかな。うん。ということなんですよ。紅茶飲んでるとちょっと甘党でやばいかな。
この辺と逆差し入れるかですよね。ここら辺にしとくかな、逆差し。ここまでは万が一落っこったら入れようと。ね、これ350ぐらいでしょ。ね。8本だから4本で、これ4本で大体そうなのな。この辺で350ぐらい。こういって落ちるってことはありえるか、うん、一応ここに入れとくか ね。こうね、ここら辺でしょ。で、これもうちょっとこれをここで調整するね。で、ここで調整しよう。ここで見ると、こんぐらいあたりかな。ここら辺にしとくのかな。ね、こんぐらいが妥当でしょ。逆差しね。うん。まあね、二度というとか、これがね、ここまで落ちたら逆差し入れましょう。この前だったら戻りでここまでで決算というね。ここに書いてるね、350って書いてますからね。600でしょ。700円、1400円、1000、2000、3000、ここまで3000ぐらいにマイナスなのね、うん、これまでで3000だね。ここから上がっていけばどんどん上がって、これ越せば勝ちだからね。うん。おやくまだ資金が27,182円だけですからね。これを1億円にするわけですから、大変なわけですよ。それで、少額資金から始めないと、ミスった時に全部財産なくすでしょ、口座資金にね。で、最初はその、勉強、資金少ないうちは勉強になるからね。マガジン負けても、大した損害じゃないでしょ。1万円資金から始めたわけだから。ね。増やすのは関係ないんだから。
通常のルールは、ヤフガスのルールは、8分以内に2つ通していけないの。8分間隔以上で通しするというのは、大体基本だね。それから、8ピップス以下は、で稼ぐスキャルは、一般的には以下はダメですよ、というふうになってます。ね。それが基本ですね。以上です。販売山先生でした。